あ、すみません。ありがとうございます。はい、すごい。もともとはファームだったんですけど、はい、スイッチがあって、はい、最後のオーナーが、よいしょ、よいしょ、着いたね。すごい可愛いね。すごい、すごい可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。へえ、楽しそうな。いいね。長靴を借りました。ただすごい派手になっちゃった。はい、すごいね。これ買えますか？大丈夫です、ありがとうございます。なんかそれすごい可愛いなと思ってそれをお渡ししたんですけど、激しい、ちょっと全体の色合いを考えてない。じゃあこういうスタイルで案内していただきます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、やっぱ長靴は必須なんですね。そうですね、あの皮がいっぱいあるんで、まあ、草もそうだし虫もそうだし、 あとは水があるんで、こうびちゃびちゃのところとかを気にせず歩ける格好が。で、森があっちなんですか？そうです、森がこうまっすぐ、ほうほう、あの伸びてるんですけど、はい、両サイドがジャングルになってるんで、うん、へー、この森のここの土地のいいところは、はい、この周りがすごい森っぽくてジャングルになってるんですけど、ここは実際そんなに木がないんですよ。なるほど。だからいろんなものを植えられるっていう。なるほどなるほど。そう、木をいっぱい切って植えるんだと大変だし、はい、あんまり、うんうん、やりたくないですね。へー、楽しみだな。倒れない？これすごいね、ちゃんと、うん、こちらを、あ、スパ見せて、そう、スパを、はい、ここはちょっと想像力の、はい、が試されるところなんですけど、はい、このまず1個目の橋を渡って、うん、すごい、ここがスパゾーン。あ、スパゾーン。スパゾーンでございます。ここで、はい、川の水を温めてお風呂に入ったり、ほうほう、サウナに入ったり、マッサージをしたり、すごい、できるゾーンになる予定です。ここを建築士の人たちに聞いて、はい、なるべく窓を少し大きくしたり、はいはい、この上を取ったりして、はい、でここがムンムンあったかいので、うん、はい、あのこの上にハウスを、はい、グリーンハウスを置いてハーブ園を作りたいですよ。でこのスパの熱を利用して温められたらいいなという。はははは、すごい壮大な。全ては食べてリラックスして、はいはいはい、こんなところがあったらいいなっていう場所を作りたい。なるほど。ここは元は何の場所だったんですか？ここは多分ね、これで言うとなんか動物、豚とか、うんうん、暗いところが好きな動物、はい、豚だと思う。ね、へえ。あのさっき長靴を置いてあったところ、はいはい、実はあれ動物がお水を飲む壁、全部こういう風になってるんです。へー。であとはこうしょ、あの藁とか木とかそういうのもストックしてたんだと思うんですけど、うんうんうん、結構大雨が降るとこのビチャーって雨がね、はい、流れてくるんですね。きます。へえ、すごいな。ちなみにまず左岸と右岸がございまして、はい、へ、川いいんですよね、はい、こっちが流れてるから、はい、こちらが左岸で右岸なんですが、はい、先にちょっと右岸を、はい、道を作ったんですね。で、はい、最近こっちの左岸を作ったので両方見せたいけど、どっちから行った方がいいか、ここにいるからここ行っちゃったらいいんじゃないかな。じゃあ左岸いいですかね、はい、ここはもともとただのこう 山、はい、山っていうか、うんうんうん、あの草が覆われた場所だったんですけど、ミミさんといううちの父のお友達が階段を作ってくれました。なるほど、はい、では階段をこういう地味な作業からちょっとずつ、はい、なるほどね、やっていて、ここで私がそのイラク車に突っ込ん、あの階段がなくて突っ込んだので
はい、ミミさんが作ってくれたんです、はい、パリのマダムが登れるような階段というコンセプトで作りました。作ってくれたんです。すごい。ちょっとパリのマダムにしては段差が大きい。よいしょ。このイラクサ、多分ご存知だと思いますけど、触ると痛いので。あ、これね、はい、気をつけないと。みんな結構シソだと思ってバッて触る人がいるんですよ、うちの畑でも。シソではないでしょうね。そうそう。でもね、結構もっと小さいとシソっぽいんですよね。はい、ぽいんですね。で、多分日本野菜って聞いてるから、みんななんか、はいはい、あ、シソだとか勝手に思っちゃうんでしょうね。あ、それ触っちゃダメって言うともう手が。触ってる。あ、ここがさっきの場所。ここがさっきの上ですね。コンクリの上にこのトタンみたいのが、でここにハウスを作って、うんうん、ここにかかるように、はい、してここにこの熱をもらうへというようなハウス。結構これハウス広くなると思います、ね、作ったら。ここもまだちょっと切れるかなと思って、うんうんうん、もうここすごい、ここもミントの匂いが本当だ、確かに。マントソバージュがすごいんですよ。いい香り。ね、ミントの匂いがすごいする。一人メンバーというか、はい、あのボランティアで協力してくれてるバロンティーニっていう、はい、ボタニストの人がいるんですけど、はいはい、こう夜ご飯じゃみんなでお買い物に行こうって言ったら、うん、こんなに食べるものがたくさん、これがオープンマルシェだって言って、一緒にこれはねこうやって食べて、白の花とか、はい、いろんなごぼうとか野生の、ね、いっぱい持ってきて、はい、それでご飯作ったんですよ。すごい美味しかった。かき揚げとか作ったり。楽しそう。シュロですけど、今まだこれは色がついてない。このもうすごい実がなってる。これ、あ、これね、あの花がもう実になっちゃって、すごいことになっちゃってるの今そこら中で。これがあっちに行くともうこれですか。そうなんです。 それをエーデルフラワーじゃなくて、エルダーフラワー。エルダーフラワー。あ、これエルダーフラワー。エルダーフラワーの、そう、手法。はいはい。時はエルダーフラワーの時でいろいろやったんですよ。これもっとね、ま、はい、真っ黒に近くなってきてね、はい、シロップとか。おいしそう。おいしいんですよ。おいしいんですよ。でもここにゆくゆくはお茶も作りたい。うん、なるほど。はい、あんまりいろいろ言うとあれですけど。すごい。はお茶もお酒も作りたい。あ、いいですね。ここで完結したい。確かに。衣食住。で、あの、お水があるんで染め物とかもして、お洋服を作って、はい、あの竹でお箸を作ってみんなここに来る人たちはまず自分のお箸を作って、それでご飯を食べる、はい、あ、いいですね。で持って帰る、うんうんうん、で、あの自分たちが使う器もできれば自分たちで作って、すごい、はい、なので陶芸のアトリエも。あ、なるほど。へえ、楽しみ。なんかもう手作りと食べることをテーマに、うん、あ、なんて素晴らしいんですよ。そう、もうなんかね、自分たちが本当にやりたいことだけやっていける場所。いいですね。多分それはみんなも好きだろうと勝手に思ってる。そう思います。あ、これだいぶ色づいてますね。そうですね。あ、こんな感じ。もっとですね、うん、もっとへー。これはどんな味がするんですか。かなり酸っぱいですね。酸っぱそう。まあまあ、なんかシロップとかに、シロップとかジュースがいいっていう。実を食べてる。梅干しみたい。梅のような味じゃないですかこれ。美味しいけど。マミコよかったね。マミコのこれもう天国みたいな場所で、マミコいつもこんなことばっかり言ってます。晩成とか。このあれ、何でも食べちゃうんですか。でもそう、ここを食べれる散歩道にしたくて、はい、ここはベリーのゾーンなんですよ、はい、ほうほうほう。私の頭の中では、はい、あのそのいちごとか、はい、フランボワーズ、ラズベリー、はいはい、ブルーベリーがこうグワーってあって、でもぎながら食ってきて、もぎながら食べれる。はい。エルダーフラワー。そう、エルダーフラワー。あ、これが。もういっぱいいっぱいできてくる。確かに。こちらがわさび園です。わさび園、わさび園、はい、すごい。ちょっと失礼しますよ。白さ気をつけてください。わさび、このね、このイバラが足が引っかかるとすんのめるんで。わかりました。わさびを植えたんですか？わさびを植えるための準備を今してます。なるほど。はい。ここに、はい、
かすかなお水が、はいはい、沢があるので、ね、はい、それをこう平らにして、はい、どん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 もう少しこう広げていくんですけど、はい、今ひとまずすごいね、ここまでできた、もう何にもないこんなこう幻想地帯みたいだったんですけど、はい、それをミミさんがまた、ミミさん大活躍ミミさんめちゃめちゃ大活躍でした、はい、やってあのもう至る所からやって水が染み出てですね、美しいなあ、やって水苔がいろんなとこから出てきて、うんうんうん、結構日本的、ああいうの見るとすごい日本的だなと思うんですよね、ですね、お茶の世界な感じですね、水苔がすごい、うん、そうだね、お茶とわさびって同じ地域な感じだね、それで言うと、ね、うん、あ、そうですね、綺麗なお水がないと育たないですよね、うん、わさびも、こういう場所が、はい、ここちっちゃいんですけど、はい、こういうちっちゃいわさび棚を何個も作っていくっていう、なるほど、すごい、本物のわさびなんて日本でもなかなかもはやね、そうなんですよ、厳しいんですよね、うん、わさび、うん、だってなかなか綺麗な水じゃないと育たないから、うんうん、ここほらお水が結構綺麗、わーすごい、閉まってるのか、そうか、ね、大丈夫です、楽しい、うん、もう子供たちはここら辺ぐわーって、あのテラスの橋の下もぐわーって行って、うん、犬もね、うん、あ、犬もね、バチャバチャ楽しそう、うん、あ、この綺麗な水で、ちょうどここの多分流れが、はい、音がものすごいいいですよね、うんうん、すごくいいです、ちょうどこの岩に当たる時のこの水の音っていうのがすごく心が癒される音だなと思って、なんかあの環境音楽聴いてるみたいな、ね、本当そう、 BGM になりそうな、ね、ここの音を撮影して販売したらいい素敵、はい、ここからのペースね、眺めにいいね、あっちにも水が流れてるのが見えて、ほんとだ、もともとはもうこんな感じでジャングルでした、ね、すごいカットされている、すごい、あそこがあの洗濯場のラボアが、はい、この村の敷地ではないんですけど、はい、あの道の向こう側にへーラボアがあって、そこから流れ出る水がこちら、はい、こっちに、すごい、うん、これはクレーソンですよね、あ、これクレーソンなんだ、うん、ほんとだ、うん、わあ、ほんとだ、美味しそう毎回そのすごくないクレーソン、ーすごいね、ママこれクレーソンこそ本当に綺麗なお水じゃないと育たないのに、うん、美味しそうこんなことばっかり言ってる、美味しそうしかないちなみに、はい、向こうはまだ2階の地で誰も入ってないんだ、まだですよ、これからなんですよ、まだこれからこういう感じに道を作っていく、はい、そう、素敵、で向こうもあの食べられる森にしていきます、なるほど、つまみ食い、なんかくるみの木とか柿の木とかも置いて、はい、でこういうテーブルを置いてこのナッツを割るのを置いといてあげれば、はい、みんななんかそのまま食べられるかなとか、殻もここにすればまたそのまま地に帰りますもんね、そうですね、楽しいな、クリソン美味しい、美味しい、食べた食べちゃった、あ、ちゃんとピリッと辛くて美味しい、いやー素晴らしいわ、ここら辺ね結構、はい、エッサンとかあの、うんうん、クレソン畑多いよ ね、この77県のところとか、はい、エッソンの県はクレソン栽培がすごい、はい、あ、そうなんですね、クレソンもうん、盛んで、はい、やっぱりクレソン農家でも、はい、わさびを始めましたっていう人がちょっと出てきたりしてるんですよ、フランス人でも、やっぱりもともとやっぱりクレソンとわさびっていうのは、うんうん、同じような環境で育つっていう、そうですよね、これで紙とか作れない、それ畳が作れるジョンクです、ジョンク、私畳が作りたくて育ててますよ、畳ってこれで作れるんです、あと来年くらいには畳が1枚作る、ちょっとずつ3つ買ってきて、はい、どん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 増やして増やして、今こんなのが2つ、はい、こうあれで畳って作れるんだ、すごい、そう、イグサ、はいはいはい、あれイグサなんだ、イグサです、ここが山菜の森になります、山菜、
わらびとか。そうです、はい、わらびとか、こし油とか、はいはい、ふきのとうとか。できればね、もっといろいろなタラの芽とかも作りたいんですけど、はいはい、そういったものをこう取って、はい、あのみんなでお料理をする。さあ、なんて素敵なんでしょう。食べることしか考えてない人たちが作った森です。素晴らしい森ですね。山菜この国あんまないからいいですね、それ。そうですね。うん、楽しみ。椎茸とかも作れそう。そうなんです、この奥に椎茸の森を作る、はい、なるほど。でフランスでも最近椎茸売ってるんですけど、はいはいはい、やっぱりこういうあのコルクみたいなのが、はいはい、で作ったあれなので、はい、じゃなくて原木で作りたいっていうのが、だからやっぱり香りの立ち方が全然日本のものとは違いますよね。でももうでもフランスであれでも椎茸が食べれたら嬉しいから買うんですけど、わかります、わかります。ここはピエールさんってマキさんの旦那さんが道を切り開いた、はいはい、すごい。彼曰くここは京都の哲学の道をイメージして作ったって。すごいな。哲学の道なんですね、ここは。あっちが耳の道、はい、ねねの道ならず耳の道。ここ綺麗かなと思って、最初ここを見つけた時に、はい、素晴らしい綺麗と思った。確かに素敵、美しい。犬がいる。ここで、はい、食べられる森のゾーンが終わりで、はい、こっちがお家の方に戻ってきて、先ほどのテラスと、はいはい、こっちに菜園と屋台村がある方、なるほど、はい、それから向かいます。はい、ここはここで、あそこですね。これそうなんですよ。これ橋で、はい、さらに座れる、はい、寝れる、なるほど、食べられる。寝れる。すごい。ここでなんかピクニックとかパーティーとか、ちょっとお散歩から帰ってきて、ふうみたいな。このなんかちょうどこの苔の感じとかもすごい素敵ですね。年季入ってるんですよ。ね、年季入ってる。へえ、美しいわ。ここもでも来た時はもうわさわさで、ここのアイビーとかいろいろなものがこんな座れる状態じゃなかったんですけど、ちょっとずつちょっとずつ、これでもね、なんか綺麗にしたんですよ、みんなで。いやでもこれですごい綺麗だけど、なんかこれ以上撮るのもあれかなと思って、こういうのもねまだ使えるんですよ、使おうと思えば。あ、そうなんですね。はい、これは猫車ってやつですね。そうです、これ猫です。これ薪をとか藁とかを運ぶものですね。でここが、はい、元々のうちにこう増築された部分なんですけど、はい、ここがうさぎここがうさぎ小屋です。今ちょっと木とかが入ってますけど、この中にうさぎを飼っていたってことですか。飼ってここにこう、はい、あのドア、はいはいはい、檻のドアみたいのがあって、開けてウサギを、でこの上に鳩小屋があったんです。鳩、伝書バト的なことですか。はい、食べるの、食べるの、どうなんだろう。鳩、あ、でもピジョン食べますもんね。そうですよね。なるほど。ちょっと鳩の用途はへえ、すごい面白い。でこれをこれから、まあ、はい、もうあんまりウサギはそんなに飼わないんで、はい、どうにかなんかパン窯とかにできないかなとか、なるほど、考えています。面白い。耐熱具合を調べています。確かに。でこちらが、はい、これから作る屋台村とアトリエ、ほうほう、陶芸とか手作りのワークショップをできるアトリエと菜園、はい、日本野菜を育てる菜園の方に行きます。はい、なんかかわいい。これこっちが北ってことですかね。ね、そうだね。でもこれで回っちゃうからね。あ、ちょっとよく確かにどういう機能なのかよくわからない。あ、ここはポタジェですね。ここがポタジェ菜園です。トウモロコシ。はい、トウモロコシ。と、ごまと、ごま、さつまいもと、はい、あれがほうきトウモロコシって言って、はいはい、食べるトウモロコシじゃなくてほうきを作る。あ、へえ、そんなのがあるんですね。食べるものと、あと、はい、まあ、食樹じゃないですけど、はい、ここで作るもの、うんうんうん、使うものはなるべくここで作るという。なるほど。あ、これはトマトだ。これトマトですね。トマトなんかでもすごいね、つるぼけしてる。巨大になっちゃう。
こんな大きくなるんですね、トマトって、ね、シソもある。おかしいシソもある。あんた？ほら、赤ジソ、青ジソで、ここにこれから、はい、食べれる散歩道の、はい、ベリーを、あ、なるほど、はい、植えるためのベリーを今ここで増やそうということで、ね、これは何ベリーなんですか？ラズベリー、はい、フランボワーズはキイチゴ、キイチゴ、ラズベリー、あとブルーベリー、はい、ブラックベリー。へえ、おお、すごい。あれがルバーブです。あれルバーブ、あれはもともとここにあったんですけど、はい、なるほど、本当だ、美味しそう。ルバーブ好き。はい、ルバーブ好き。ルバーブね、美味しいですよね。でここにもちょっと今まだ修復が必要なんで入れないんですけど、はい、橋があって、向こう側にもまた動物が飼える場所、はい、あそこにもちょっとプラージュがあります。まあ、動物がワーワーいたらそんなにリラックスできるかどうか確かにわからないですけど。でここが屋台村になります、はい、屋台ゾーンです、はい、ここで来た人たちがちょっとご飯を食べたり、はい、まあ、日本のストリートフードっていうんですかね、はい、あのたこ焼きとかお好み焼きとか焼きそばとか、お祭り的なとか、そうです、なんかまたその時自分たちが食べたいものとか、取れたものとか、その時期によって、あとはお祭りを、はい、やる時に、そうです、あの季節によって日本のいろいろな行事に合わせて、はい、七夕だったりお餅つきだったり、そういったイベントをやって、こう季節とともにこう生活してきた日本の習慣っていうのを見てもらいたくて、はいはい、なるほど。梅とかも植えてほしいな。本当ですね、梅と柿植えたい、ね、柿こっちあるけどなんかちょっと違いますよね。違います ね、 ね、ここ陶芸、ここが陶芸とか、はい、あとはお箸作ったり、ほほほほ、寺小屋、アトリエ的なところですね。アトリエです、そうです、はい、これごぼう。あ、これごぼうなんですか？野生のごぼうです。でもね、美味しい、普通にちゃんと土の味がするごぼうですよ。この間かき揚げにしたらすごく美味しかった、はい、あとはこの舞台、はい、ステージですね、はい、あ、ブルーベリーがなってる。あ、本当だ、大きい。ちょっとまだ色が薄いけど食べてみましょうか。食べれるんですか、ね、まだちょっと薄いか、ちょっと。あ、でもね、硬くないです。いかがでしょう。はい、見て、ほら、食べてみる。マミコよかったね。いつもそうだと分かってるもんね。まだ酸っぱいけど、いや、美味しい。美味しい。ぶどうみたい。美味しい。かわいい。秋になったらもうこれノアゼット。どんぐり。これはどんぐり。どんぐり、これはノアゼットか。ノアゼット食べれるやつですか？これノアゼットのような気がするけど、こんな大きいノアゼットの木見たことない。すごいんですよ、この木。でもノアゼットっぽいね。確かに。ヌテラが作れる。ヌテラ。もうなんか音が。ここがステージの入り口です。はい。わあ、広い。すごい。結構広いんですよ。ここでいろいろな。確かに、ね、これ土俵、ね、でも私もなんかお相撲できるなと思う。お相撲できます。確かに、うん、へー、なんか結構お相撲とか、はい、合気道とか、はいはいはい、そういうフランスのティピカルじゃないスポーツをできる場所、うんうん、集まってできる場所がすごい少ないっていうので、なるほど、結構ね、貸してくださいっていう人も多いみたい。ここはもともとこう、はい、ポニーちゃんたちがぐるぐる回るところが、はい、来てた場所。ここをどう、何に使おうかと考えてるんですよ、はい、ですごいここね、雨が降ると、はい、やっぱりなんだろう、シートを引いて草が生えないようにしてたんで、水はけがすごく悪くて水がすごい溜まるんですよ、はい、だからお米を作っちゃおうかっていう。あ、なるほど。逆にこう確かにそれを、まあ、全部シートとか剥がして、はい、でマキさんは愛賀物の方。そう。カモちゃんがいっぱい来るんですよ。いいですね、愛賀物の方。食べるお米じゃなくて、はいはい、お酒に使うお米。なるほど。とか。ああ、いいですね。いろいろ想像は。楽しそうすぎる。そうです。この屋根の感じもすごくね、しっかりしてて。じゃあ戻りますか。はい。はい、
どこに着地しますか？ここに、はい、ここが入り口なんです。はい、菜園の。なのでそこに置いといていただければ。あ、でもなんか楽しそう。いつも川に水を汲みに行って。あ、なるほど。あ、いい感じですね、いい感じですね。あ、なるほど、楽しそう。よいしょ。あ、冷たい。あ、いいね。いや、あ、重い。おお、大変だね。ね、頑張れ、頑張れ、まめこ。ね、やめろよ、やめろよ。これごまです。どれですか？これ。あ、これごまなんだ。へえ。ごまの花。はい。ま、見ないですよね、ごまの花。ない。その花から実がつくんですか、ごまの。そうです。この花が袋みたいになって、その中にごまができるんです。ブツブツいっぱいある。そうです。このラッパみたいなお花がごまのお花です。今年は1年目で少しずついろいろなものを植えて、はい、どういうものがどうやってできるか、なるほど、ちょっと試験栽培のようなことをしています。で、これがさつまいもです。さつまいも、はい、あのパタトゥドゥースってやつですか？パタトゥドゥースです。そうです。あのオレンジ色っぽいやつですか？うん、日本の品種なので、日本のなんだ。周りが紫色の、中が白っぽい、はい、なるほど。白？黄色っぽい？黄色っぽいですね。へえ、美味しそう。じゃあ秋に収穫できるですか？そうです。10月半ばに収穫しますので、お芋掘りをやって焼き芋大会をします。すごい楽しそ う、 もう小なんか小学校に戻ったぐらい。そうなんですよ。へえ、ここ結構サラサラなんで、はい、多分ひょひょって抜けて、なるほど、うん、で楽しみ。みんなで焼き芋をやりましょう。いいですね、ぜひぜひ10月にまたここに戻ってくる。バイバーイ。はい、またお願いします。こちらこそ、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあまた。じゃあまた。